アゲーラは、スウェーデンの自動車メーカー系ニグセグが販売していた、スーパーカーである。ここでは、ベースモデルの、アゲーラに加え、スペックが強化された、アゲーラ R などについても記述する。系ニグセグ CCX の後継機として発表された。社名はスウェーデン語で、行動するという意味のアゲラと、古代ギリシャ語で、フローという意味のアゲラトスから取られた。年に、 全モデルの生産を終了。後継は2020年に発表されたジェスコとなる。2010年3月のジュネーブモーターショーで発表された。自社開発の V 型8気筒5.0リットルツインターボエンジン。発表当時の排気量は4.7リットルの予定だったが、販売時に5.0リットルに変更になった。最高出力 940PS6900。 RPM 2700RPM から 6170RPM までの広い回転域で1000ナノメートル以上のトルクを発生させることができ、最大トルクは1100ナノメートル 4000RPM。エクステリアデザインは歴代モデルと同様のコンセプトを持つが、空力性能が向上しており CD 値は0.26である。 時速 100km までの加速時間は3.1秒、時速 200km までは8.0秒、さらに時速 100km からの制動距離は 30.5m であり、加速、制動性能ともにクラス最高レベルに達する。最高速度は時速 395km と公表されている。2011年のジュネーブモーターショーで発表された。 アゲーラをベースにその性能を向上させたモデルである。エンジンには、アゲーラから大きな変更はないが、最高出力は 1115PS、6900rpm、最大トルク1200 n m メートル、4100rpm であり、それぞれ 175PS、100 n m メートル向上している。時速 100km までの加速時間は2.9秒。 時速 200km までは7.5秒でこちらも、アゲーラより速く、対、横 G 性能は 1.6G であり、コーナリング性能も高い。最高速度は、理論上時速 440km も可能であると、される。2013年にマイナーチェンジ。最高出力は 25PS 向上して 1140PS に、 許容回転数は 7250rpm から 7500rpm に引き上げられた。足回りには、中空構造のワンピースカーボンファイバーホイールを装着、サスペンションも改良が施された。また新たにエアロパーツを補強したことで、ダウンホース量も向上した。2011年9月、第三者によって、アゲーラ R の走行性能のテストが行われ、その際に、 以下の部門で世界記録を樹立した。ケイニグセグはこれらをギネス世界記録に申請、同年12月に停止状態から時速 300km まで加速して、再び停止するまでが最も早い二人乗りの市販車、記録21.19秒が正式に認定された。アゲーラ・ R を元にした環境配慮使用者である。先代の CCX-R は、 バイオフューエル燃料を使っていたが、アゲーライスはエレクトリックシステムを使用する。最高出力は 1030PS7100rpm、最大トルク1100 11ナノメートル 4100rpm。2013年のジュネーブモーターショーにて100生産を記念してアゲーライスハンドラが公開された。エキゾーストパイプなどに純金を使用し、フルカーボン仕様となっている。 25台限定生産。8月15日に開幕したモントレーカーウィークで初公開されたアゲーラ RS の米国第一号車でオーナーの希望でアゲーラ XS と名付けられた。カロシセリエオランと呼ばれるオレンジ色が採用され、軽にグセク市場最大のリアウィングが装備されている。3台だけの限定生産で3台とも日本で販売される。ベースは RS で1、1からの構造的特徴をいくつか受け継いでおり、ルーフスクープや特徴的な吊り下げ式のリアウィングなどがある。2016年のジュネーブモーターショーで発表された、アゲーラファイナルシリーズの第一弾モデル。2014年のジュネーブモーターショーで発表された、ケーニングセグの創業20周年を記念して作られた、アゲーラの究極モデル。生産台数6台。 性能は最高出力 1360PS、最大トルク1371ナノメートルに引き上げられた。理論上の最高速度は時速 440km と公表されている。また、空力面でも2本のシャークフィンやアクティブエアロシステムを装備するなど大幅な改良が施されている。名前の由来は最高出力が三百六十 p s なのに対し、 車重も 1360kg でパワーウェイトレシオが1、1イコール1、1なことから、1360PS というパワーが1メガワットに当たることから、k ニグセグはこれをメガカーと呼称している。ありがとうございます。